お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら迫撃スケラー5デッキやっていきたいなと思います。というわけで、こちら今日やっていくんですけど、まあ、なんとですね、こちらのデッキが今ね、グラチャレの、勝率1番、そしてもうね、大流行中で、ございます。さらに、このデッキをこう、広めた、まあ、首謀者的なね、首謀者だったらちょっとあれだな、悪者になっちゃうな。人がね、僕ですね。多分なんですけど。なんとね、これ、もともとは、ポイズン型でね、すごい使われてたんですよ。そう。そこそこ、まあ、使われてた。で、僕がね、前回のグローバル大会ですね。はい。で、ラバにね、勝てねえなと思って、ポイズンを5にしたんですよ、勝手に。で、5に使って、世界多分5位フィニッシュかな前回して、そう、グロ隊のね、バッジが557っていう、結構ね、いい感じになったんですけども、早く1位取らせてくれやって感じなんですけど、まあ、そっからね、マルチも使って、20位ぐらいまでいけたし、なんか、まあ、ちらほらね、増え始めて気づけば、もう超使われるね、デッキになりましたよ、というところでね、これマジで強いんで、ぜひね、使ってみてください。まあ、ポイズン型ももともとありましたし、まだ使われてるんでね。ぜひ、ポイズンでもまあいいと思いますが、なんか、ファイボだと、まあ、バルーンだったり、まあ、あと、ラバー。まあ、そして、まあ、なんか、ロイフグとか、最近ババコヤプラスの親衛隊ホバリングロイフグ、まあ、みたいな、ファイボ枯渇デッキとかもあるんで、まあ、ファイボだと結構ね、速攻性があっていいですね。あと相手の不意をつけるので、あ、これ相手ポイズンだからと思って、すごいなんか固めてね、攻めてきたりしてくれると、そこがね、ファイボでありがとうと。いうことも、まあありますので、結構ね、ファイボがね、めちゃくちゃいい味を出してますね。さあ、一旦今回は、守っていきます。相手 2.6 オグかな ?26 ですね。まあ、マスケットとかに対しては、すごいポイズンをね、打ちたいんですけども、あとは、ま、小物ですね。コウモリとか、なんかそういう小物がね、すごい多いとこで、やっぱポイズンが欲しくなっちゃうんですけど、まあ、スケドラだったりだとか、まあ、最近だとハンターだったりとかいるので、それに対して、まあ、すごいね、ファイボが効果的なところがね、ありますよという感じですね。さあ、これもスケルっちゃうかな。とりあえず26なんで、まあ、なんか、とりあえず打っとけば、打っとけば入る説も否めんすよね。いや、いい。ハンターが強いのと、このね、打つだけ入ってくれるっていう、これちょっとあれだな、防衛5します。よいしょ。さあ、これで、ホグ一発も入ってないんでね。まあ、過剰っちゃ過剰ですけど、まあ、相手の、このホグサイクル、施設を置けないタイミングのホグを、完封できれば、次のホグはね、別に、迫撃砲で、ダメージを抑えれますので、まあ、そんぐらい守ってもいいんじゃないかな、というところではありますね。どうしようかな、これ。対応がすごい邪魔ですね。でも、このデッキマジ強いっすよ。なんか、マルチ、トラゲしましたけど、ほぼほぼ、負けなかったって言ったら、まあ、あれですけど、めっちゃ勝率高かったですし、チームメイトのね、焼き鳥にパクられましたけど、彼も鬼トラ上がってましたし、はい。なんか、マジで、使うだけ、使い毒カードっていうか、使い毒デッキみたいな。いや、マジで強いんですよね、なんか。なんで強いんかわかんないんですけど。よいしょ。とりあえずね。あ、これムートが入ってますね。まあ、ここはポイズンが良かったですね。正直なところ。正直なところ、ポイズンが欲しかったですけど、まあまあまあ。よいしょ。すべてのカードがいい味を出してますね。これはもう、あれですよね。残り400なんで、僕はもう攻める必要がないですね。一旦ね、相手5を使いましたし、一旦防衛から行って、あと5が3発か。まあ、スケラプラス5で、いいかなと思うんですけども、とりあえずここはね、マスケに打って、よいしょ。さあ、とりあえず、タルババで守って、オッケー。これはもうね、勝ったと思いますね。いや、大砲2個あったら一発も入らない説もありそうですが、オッケー！グッドゲームと。いうわけでね、まあ、もし、相手が、枯渇デッキとか、まあ、なんだ、まあ、枯渇ぐらいだったらゴブリンギャングに5打てばいいだけなんで、まあ、全然ね。まあ、イージーモード。イージーモードでもないんですけど。まあなんですけど、小物がね、マジで、厄介ですね。ポイズンじゃなかったら、コウモリとかスケルトン部隊。まあ、そういう時には、しっかりファイボー、コウモリ、スケルトン部隊、頑張ってね、当ててください。マジで頑張ってとしか言えないんで、僕。本当に。ポイズンだったら、打っとけばいいみたいな感じですけど、
や、これやべえ。もう一個右の方が良かったですかね。痛い。飛ぶな。おい、ナイス。さあ、今回、ユーノですね。まあ、ペッカ工場だったり、まあ、いろいろ考えられますが、ペッカでしたね。まあ、マジエチャが良かったですけど。いや、まだマジエチャの可能性もありますね。ああ、三角でしたね。謎の未来予知。よいしょ。いや、めっちゃいい。で、これもね、結局、ファイボなんですよ。このゲーム、ファイボ最強説があって、結局、その、とっさに反応できる。なんか、マジアチャ出されたら速攻ファイボを打てますし、あ、三角でしたね。あの、コジョババの防衛とかですね。コジョババ三角とか来ても、ファイボでね、打ち抜けますし、なんか攻めでね、すぐファイボが、こう、働いてくれるので、まあ、ポイズンも強いんですけど、ポイズンも強いんですけど、って俺の相手、小学生って名前です。自分で小学生って入れるっていうのは、さてはこの人は天才の領域に、君臨している人かもしれないですね。だって、普通の人は、自分で名前に小学生って入れないんですもん。そう。ってことは、この人は普通じゃないんで、天才っていうやつですね、いわゆる。よいしょ。まあ、バカと天才は紙一重みたいな言うじゃないですか。いや、なので、バカの人はね、天才なんですよ。ラット理論ですね。よいしょ。だってやばい。俺が本当のバカかもしれない。何言ってんだってなってる。俺でも分かんなくなってきた。とりあえずは三角がすげえ邪魔なんですね。三角はでもファイブ打てばいいかなって感じですね。とりあえずユニット出していこう。ユニット出して、まあ、ケツペックきたらスケル打っちゃって、三角にファイブバーンって感じかな。さあ来ましたね。ここはまあでも美味しいですよね。で、ファイブさえ構えて、これがね、まあ、ポイズンでもいいんですけど。三角全然出てこんやけ。いや、出てくるんかい。いや、でもこれはハンターが頑張れそう。ハンターもうちょっと頑張ってほしかったな。まあまあまあ、これは、しっかりね、守っていきます。で、逆サイ工場とかだったらハンターもありますし、まあ、ザップ打たれた、まあ、ザップ打たれたぐらいですね。逆サイじゃなくて、同サイド来るをすげえ来る、まあ、ここは、あえて外していく。よいしょ。まあ、守れますね。さあ、待って。面白い勝負になってきましたが、一旦ケツムート、ケツペッカ来てほしいですね。スケラファイブを打ちたい。まあ、高めペッカとかかなこれ。ゴーストからの、端前ペッカされますが、一旦もスケラ打っちゃいますね。で、ファイブを構える。いや、ゴーストにも当たるな。いや、これがね、まあ、ファイブちょっと強いですよね。あれ？さては、ピンチ。さては、ピンチなこともないこともないが。待って、やばい。入るな？入るな？入るんかい！お前、バカバカバカ。今の絶対入らん流れやったんやんけ。ちょっと待って。いや、でも、これは相手は困るぞ。この施設がね、いっぱい。待って。ワンチャン負けそう。余裕で勝った感あったんだけどな。すごい負けそうになってきた。これでもファイブ打っちゃって。あ、待って。迫撃が、なんか思ったより頑張ってる。そんな求めてなかったのに。で、これあれ言って、三画を書いたんで、裂いたんで、これもグッドゲームですね。しかもなんならユーノが後ろ行って、ムートが残ってる。で、まあ、陸行きもね、辛いですよというところでね、もう攻めてあげると、あと一発。あと一発ゴース消える。あと一発だぞ。あと一発ワンチャン負けるみたいなないかなこれ。やばい。サイク防衛ファイブっすね。あ、入った。さあ、グッドゲームというわけでね。いや、マジで、スペルを1枚変えただけなのに、めちゃくちゃ強いし、めちゃくちゃ映えるし、なんなら勝率1いくし、マルチトロめっちゃ上がるし、みたいな。これマジでね、奇跡的なやつですね。本当に。なんで皆さんも、ぜひこう、なんかね、自分の使ってるデッキあるとするじゃないですか。そしたら、1枚ね、変えればいいんですよ。メガナイト使ってたらペッカに変えるとか、まあ、迫撃デッキやってたら迫撃クロスにしちゃうみたいな。とはちょっと違うかもしれないですけど、まあなんか本当になんかそんなイメージでね、まあ、僕はただポイズンをファイブにしただけなのに、しかもスケラデッキだから、スケラだったら普通当たり前ポイズンでしょっていう概念があるじゃないですか。それ当たり前の概念をね、捨てちゃえばいいんですよね。そうすると、すごいね、いいことが、いいことが起こります。
はい、というわけでね、ぜひ、まあ、なんかスペル変えるなり、何かユニットね、これはありえなかったでしょっていうような1枚とか入れてみると、意外とそれがね、良かったりすることもあると思うんでね。ぜひやってみてください。うん、うまい。うまいが、これ IT 今、マジアちゃんも咲いた、プリンスも咲いた。結構コスト咲いてるんですよね。さあ、ダクプリ、こんにちはしてあげて、しかもこれタワーがね、ダクプリ処理してるんで、なんだこれスケル打つだけ、グッドゲーム？あ、ナイトの敵が言ってない。まあ、それはね、あんまよろしくないけど、いいまだあるですね。よし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 。ワンパン。一冊ワンパンですね。しかも今回相手マジアチだったんで、僕のファイボがね、いや、ファイボ強えな。ファイボ弱えってなんないんですよね。本当に。ファイボ加工されていいんじゃないですか？運営さん。訴えとこ。よし。さあ、てなわけで、相手はメガナイト、マルチェもなんですけど、もうこんなイモればいいんだね。この、クララにおいて、守れるし攻めれるカードってめっちゃ強いんですよ。まあ、迫撃砲がね、メインなんですけど、こう、言っちゃえば他の、なんだろうね、ホグとか、クロスボウとかも、一応防衛ホグとか、防衛クロスとかがあるじゃないですか。しかも攻めれるし。なんかね、ああいうのが強いんですよね。なんだろう、他のスケラとかも結局、攻めカードだけど、防衛スケラとかができるじゃないですか。まあ、攻めれるし守れるカードっていうのが、やっぱ腐んないんで、まあ、強いですね。まあ、エリコレとかは、どうだろう、攻めれるし、最後残り、まあ、時間稼ぎぐらい、使えるって感じかな。どうだろう。まあ、そんなこと言ったら全部、全カード防衛で使えるんですけどね。よいしょ。まあ、でも防衛で、うまい感じで使い方ができるようになればってことですかね。ラバとかも、防衛で使えないじゃんってなりますけど、空ユニットを残すために、まあ、ラバ蓋だったりだとか、ラバ受けから入るとか、だからまあ、そのユニットを防衛でしっかり使えるようになると、ワンランクね。上の世界いけるんじゃないかなと思います。いや、余裕ですね。だってこれ今グラチャレで一番勝率高いんで、なんならグラチャレとかね、チャレンジ、まあ、マルチもですけど、まあ、それさえね、この時今使えば使い得なんで、よろしく。ヒーハー。いや、まだもう朝からね、そんな元気ないですよ。ヒーハーって久しぶりに聞いたな。今学生さんとかわかるのかな、ヒーハー。あれっすね、小杉さんのネタとかっすよね、多分。そう、すごいなんか芸人さんのね、まあやつですね。気になったら調べてください。で、その意味じゃなかったら知らない。さあ、今回相手は、ベビードラなんですね。まあ、スケラとか、まあなんだろう、なんでもありそう。あ、ボムー、ベビードラ。スケラですね、多分。ナイト、アイウィズ、ベビードラ。で、これスケラに対して、あれなんですよね。ポイズンだったら防衛ポイズンできるんで、相手のダメージ抑えれるんですよね、すごい。で、こっちは攻めスケラと、まあ、攻め迫撃あって結構有利になるんですけど、ファイブだと防衛ポイズンができないんですよ。で、僕の、あれ全然でき違った。嘘ついた。僕のヤリゴブリンがこうトルネードでね、処理されたりとかがあるんで、もうスケラに対してはね、ポイズンの方がいいなってすごいいつも思ってます。だから対スケラはちょっとね大変になるんですけど、頑張ってください。槍ゴブリンでスケラを守るイメージですね。とりあえず、今回相手はキョスケベビディガー、 あれっすね、バルーンだ、キョスケバルーンっすね、これ多分なんですけど。なので、よいしょ、これ攻めます。で、ボムタワーを置きにくいから自陣に置くか、まあ、ここで端前ボムタワーが僕の予想だと、うん、来なーい。もうこれちょっと、タルババとかで、地面名しちゃいます。ああ、いい。相手のデッキ1枚1枚が重いんですよね。多分、キョスケ、ベビドラ、うん、ディガー、ボムタワー、アイズ、トルネ、タルババ、ディガーですね。で、スペルがまあ、トルネ、タルババって感じで、単純にスケラ打たれるだけ多分きついんでね。ナイトスケラとか、タワーだけ取ってないんで僕、早いですね。スケラ打つの早いんで、もうちょっと遅くすれば、もっと多分楽に勝てると思うんですけど。で、まあこれは、キョスケ受けかなだと思うんで、もう攻めちゃって、キョスケちゃっちゃ溶かしたいですね、僕は。早めにね、溶かしてあげます。で、バルーンディガーなんでね。もうキョスケをこっちのサイドにさえ入れなければ、大丈夫です、ね。
あとまあ防衛5もあるんでね、これも打っちゃおう、めんどくせえ、ぽい、うい、いやもう5が強いんですよ結局。でこれはあのバルをねこんにちはってしてあげて、ハンターでこんにちはってしてあげて、ヤリゴブリンでこんばんはですね。で最後もあの相手スケラ打たれるだけがきついんで、これもうあれなんです、ナイトスケラでもいいしタルババスケラでもやっとくだけみたいなとこありますね。こうタルババスケラしてもうで、まあ、あと攻めファイブあれば多分止まんないと思うんですけど、どうだろうな、ワンチャン俺の方が止まんない説も。オーケー、さあグッドゲームですね。まあ相手がスケラ打たれるだけきついデッキなんで、まあこれはね相性下げなんじゃないかなと思います。というわけでね、今日こんな感じでおります。ぜひね、ラッティンスケラって言っていいのかわかんないですけど、まあ1枚書いただけなんですけどね、ぜひめっちゃ強いんで使ってみてください。では終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。